はようございます。今日は、京都の三山かやぶきの里方面に、ツーリングに行きます。今日はソロじゃなくて、お誘いいただいて、のツーリングになるんですけども、そんなにたくさんじゃなくて数台でということで聞いてます。今日は、曇ってて気温は今のところそんなに高くないんで、こうやって泊まっててもそんな暑くないです。まあ、昼間ね、天気がどうなるか、ただ予報ではずっと一日曇りの予報だったんで、暑い草暑い中でのツーリングということでもなさそうです。晴れては欲しいけど暑いのも嫌なんで、まあこれぐらいがちょうどいいかなと思います。こっから先が怖いんですよね、高いとこ走るから。でも一番最短ルートなんで、待ち合わせに遅れちゃいけないんで頑張って走ります。高いとこ怖いんです。こっからが怖い。こっち側、まだ左側はあの壁というかね、なんかスクリーンみたいなのがあるんで直接は見えないんですけど、体に力が入ってしまいます。遅くなりました。おはようございます。おはようございます。はじめまして、あのトンベと申します。こちらこそよろしくお願いします。生で拝見できましたね。といつも YouTube で拝見させてもらってます。ありがとうございます。そう有名人すごいすごい。
ちょっと。走ると涼しくて気持ちいい。これからライダーズカフェに行くらしいです。あ、これか、これなの。あ、近い。近いんですね。近いですね。